やばいよねこのツアーツアーじゃねえやん。セットリストがマジで行かれてるよね。すごいことになってるじゃん。あのラストやばいよね。あのラスト行かれてるよ本当に。詰めかけてるよね。全部やばいのか。全部やばい。アティチュードチアーズ LP ももう本当か頭おかしいけどね。これから先も組めないようななんかちょっと悟りな気がします。作りしたの誰？近いんじゃない？そう。まあ、なんかちょっとまだ早いけど、なんだろうな、見栄えの話とかすると全然ここで目合わしちゃったりとか、全然なんか本当黒子に徹さないで二人とガンガン。合わせリーノみたいな。目にもアティチュードが来るっていう、多分誰もですねうわーってなるんじゃないかなみんな。でもインディーズはもう本当に2014年ぐらい、それこそ夏彦さんがサポートで最初に入ってくれてた時に初めてライブハウスでやった以来なんで、8年ぶりぐらい懐かしさもありつつ、でもアップデートした部分もめっちゃあるんで、自分たちも結構そうです、新曲合わせてるみたいな新鮮な感じですよ。ただでさえ2年ぶりのライブで20曲やるっていうのもすごいドキドキなのに、瀬戸利が今までやったことのない感じだから、まあこのタイミングでやる曲といえばみたいなのをみんなで話し合って、逆に今までライブでやってなかった曲とか、まあ次のユニティに入る曲だったりとかですけど、この瀬取りの順番は本当誰も想像できないよね。きっとファンのみんなもきっとどんな曲やるかなって考えてくれてると思うけど、まさかのねアティチュードやってシアーズやって LP やる、アボイドもライブやっちゃうんだって。アボイドはだって5周年のアルバム5に入ってたからプレゼントもそうだしね、すごいな。シアターもそうだ。いやでもなんかやっと本当ちゃんとライブが見えてきたな、何がどうもっとどうするべきなのかが分かってきた気がする。
になるところを洗っていこうかな。俺は助かるけど。ああそうなんだっけ。まあでも普通にシングルでもいけなくはない。どっちにしても時間目に返してもらえれば。ああそんな感じです。はい、じゃあ全体では、今日これでリハ終わりにしますが、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。いやバブリーですね今のところ。なんかまた違う雰囲気、おしゃれ。何の人でしょ。ミセス大学1年のカンデルです。同じかい。ステータスは変わらない。あ、ステータス。これだから隠して開けたら会場になってる。まあなんか決めすぎる必要ないけど、ちょっとアットホームな感じあったんですけど、覚える必要はあんまない。でもまあ見えてはいいんだよね。見えてはいい。絶対見えるからもうそうだよ。ちょっと借りかけろ。ここから全員見ます。はじめ。すごい。えぐいな。始まるね。始まるぜ。投資の時に、だから今日も言わないで明日も言わないで投資の時に思った。言うな。そこまで来たら言うな。決めの元木くんのアクションだったりとか、あのワードの部分はポツッとカツッと抜いていく感じ、うんうん、なのでその辺はまあ、 あの細かい抜きもありつつ、はい、割と3人をしっかり見せる、はい、で M2 のチェアーズになったら、会場感とサポートメンバーの皆さんも含めてバンド感をしっかり、うん、まあ、全体の感じですね、はい、にしていこうかと思います。はい、はい、お願いします。では始めていきます。なんかもう意外と準備期間が2ヶ月ぐらいあったんですけど、2ヶ月しかないというのがでもまあめっちゃ長く感じて、なんだろう、すごいその家にいる間でも結構ミセスのことやっぱ考えるぐらいの集中力がないとこうできない手取りなんで、本当にそれがもうようやく来ると思うとなんか本当に来るのかなって感じはちょっとありますね。ああまあね、そうね。いやでも来ちゃうんだ、来るんだなって感じですね、本当に。終わった瞬間にブワーって、ね、いやなんかここまでしっかりちゃんとやったんで、本当はもうもっといっぱい回りたいさも実はありそう。いやでもこれ1回だから1回だろ、やばいよな。1回ってのがこうちょっと寂しい。あ確かに、もう全然ユートピアツアーやりたいもん本当に。今回はフェーズ2、休止が2年あってフェーズ2無事に開幕し、ライブは約2年半ぶりのライブです。そして2年半ぶりにしてたった一度きりのユートピアライブなので、今までにない気持ちをこう今抱えてライブに臨みますので、皆さんの力もめちゃくちゃ
えていただきつつ、この1、2ヶ月のリハの中で積み上げてきたものをちゃんと最高の状態でライブしたいなと思ってます。マジで緊張する。心の声漏れちゃう。いや本当にいいライブにしましょう。どうかよろしくお願いします。はい、いやでもすごい。いやでもで入らない。じゃあ僕が案内します。はい、お願いします。あでもいいね。でもアイス食べたいんでしょ。え、やばい、やばい、食べたかったでしょ。嬉しい、えぐ、すごい。俺だってさ、自分らだけでさ独り占めする世界線であったんだって、これがねえ。え、今日2人も来るんでしょ。来ます来ます来ます。さっき最後の週の前に。いやなんかもう一日だし、もう始まっちゃったらもう終わるまでだよなみたいなとこにあるっていうか、何を詰め切れてないのかすらもまだ分かってないとこもあるよね。なんかでもね、不安っていうわけでもないから怖いんですよね。だからなんかだからもうよく分かんないですよね。単純になんかまだなんかスイッチは入ってないみたいな。不安でもないし、いけるっていうわけでもないし、シアターがどう映るかなんかちょっとねドキドキかな。やっぱあれこうなんていうの、フェーズ1最後の曲みたいな風に思って、シアターの MV の出し方とか、まあ、プレミア公開で出したんだけど、プレミア公開で出し方とか、その後にすぐ休止発表したりとかっていうのを結構本当にこだわったというか、だから決してなんかいい思い出がある曲じゃないと思うしね、ファンからすると。でもなんかそれがそこかな、新しい感じで一歩踏み出してシアターを歌うのか、自分は。それとも、なんかいろんなこう追憶的なというか、いろんなものをこう背負って歌うのかみたいなものはまだわかんないね。楽しみだけど。泣くと思う。僕、うん、泣きたいと思ってる。泣いたことないからステージで。泣きたい泣きたい。楽屋でも話してたんだけど、もう3人になって結構経つじゃない。でも今楽屋に入ってみんなでぼーっとしてたら、りょうちゃんが3人だって言って、なんかそういうのとかも、あ確かにと。だからその3人になったっていうこととかをすごく強く実感する初めての日な気がするんだよね。語弊があるけど、でもそうだから、どういう感じなんだろうっていうのと、なんかその3人になるっていうのが決まってから、こうパラレルワールドにいるような感覚がちょっとあるから、それがパラレルワールドのまま続いてくるか、どっかのタイミングで現実として自分の頭がちゃんと認識するのかわかんないけど、どんなライブなんだろうね。自分たちもわかんないね、本当に。リアルタイムでだからいろいろ感動したいし、いろいろ気づきたいかな。やっててだからその場で感動したいし、その場でなんかいろんなことを感じ取りたいから、2年間でまあその人としてちょっとこう時間が経ってというか成長して、どんぐらいそこのキャパシティが増えてるのかとかはちょっと気になるけど、興味があるけど、なんかね絶対的にやっぱりやりたいとか表現したいことが最後パートオブミーとかではあるから、それをねこう言葉で説明してしまうとすごくチープになってしまうからこそ、なんかライブで早く体現したいなって気がするんだけど、でもまあいかんせんチームで動いてるから、言葉で説明しなきゃいけない瞬間とかもどうしてもあって、そこのギリギリをこうなんか塩梅を見つけて喋って打ち合わせしていくのが結構難しいかも今も。ステージに乗るっていうことが本当に2年半前のエデン以来だったので、
ステージに登るまでの階段めちゃくちゃ緊張したんですけど、でもなんかステージ乗ったらいい意味で、なんだろうな、アリーナツアー回ってた時の自分が体に戻ってきた感じがしました。本番始まってからまたきっと変わることもあるからわかんないけど、なんかもっと、さすがに2年半もライブも何もしてなかったので、デビュー頃とかデビュー前みたいな、初めてライブやるみたいな、そういう緊張感に襲われるんじゃないかなってずっと思ってて、だからリハとかも結構シビアにそういう気持ちをこうなんだろうな予想しながらやってたんだけど、いざステージ立ってみたら、うん、ちゃんと体にメモリーが残ってたというかあ、そうそう、これこれっていう感じがしましたね。ステージも見たし会場内も見たけど、こうあそこから入ってきて足踏み入れた瞬間にゾワゾワゾワっとしましたね。やっぱりなんかこのやっぱエーデンの時を思い出したというか、そのアリーナだなって純粋に思ったというか、ゾワッとしました。りょうちゃんと目見合わせて、うわこの感じみたいな、多分元木も同じこと思ってると思いますね。メンバーみんな同じこと思ってると。りょうちゃんとかとも話してたんですけど、なんかちゃんとアリーナツアーをやり終えた自分たちからのこう続きな感じがしたっていうか、なんか全然もう知らない世界じゃなくて、あ、なんかあそこからちゃんと続きがあったんだなっていうまず気持ちになりましたね。だから、うん、あ、なんかでも大丈夫だなっていう気持ちになりました。僕めっちゃ眠れました。あ、本当？僕も寝ました。まあ早く寝て早く起きなきゃなっていうふうに思ったんで早く寝ました。今日染めてきてんだもん、ね、そうなの、朝から髪色チェンジがあったんで早寝だった。必然的に早く寝ました。寝れなかった寝れなかったんで、寝れなかった、寝れなかったです寝れなかったです。緊張、そうですね、緊張もあるし、まあ、昨日のそのリハの映像とかもチェックしたりとか、あ、そう、緊張もそうだし、いろいろ考えたりとかどんなこと考えるの？なんだろう、もうライブの時どんな気持ちになるんだろうとか。そんなことでも、でもさ、考える？考えた。でも昨日ね、そうやね、あの外歩きながら夜ライブの時にどんな、本当に全く同じこと思ってた、ね、どんな気持ちになるんだろうって思ってた。でもそれ考えても仕方なくないの？そう、答えは出ないんだけど、でもいや、どういう気持ちなんだろうなみたいなことをぐるぐる考えたりとか、純粋にあと緊張、そう、緊張するなみたいな。もうしてる？もうしてる、もうしてる、ドキドキ。でも実感まだないかも。そうそうそう、そうだね、だから緊張してなるかも、ね、僕、あ、逆に、うん、それが実感まだないな。なるほど、うん、実感ない。でもなんかステージ立っても実感なさそう。夢見てるみたいな。でもなんか、でもお客さん目の前にしたらやっぱそれは変わるとかない？いや、でもハッとすんのかな、うん、それも含めてなんか夢見てる気持ちになっちゃう気がするけどな。そうだね、いや、わかる、わかるし、不思議な気持ち。ライブがやっぱね、この編成っていうかシーン体制になってからのこう、うん、ライブがそもそも初だから、うんうん、そういうこうドキドキはあるけど、うん、この2年半前にエデンのツアーがあって、うん、その時にはもう自分たちの中ではさ、うん、一旦こう休止期間に入るっていうのは自分たちの中では決まってたじゃん。決まってた。だからこう僕たちとしては、あ、これが一旦最後のライブなんだなっていうふうに思ってて、その時に、あ、また絶対みんなの前にライブで立ちたい、もちろんそのための休止期間だけど、なんかやっぱそれがこう一つの自分の中の、うん、夢だったし、そうだよね、うん、そこにめがけて走ってきたこの2年半だったからこそ、明日なんだっていうのがなんか、うん、今までいない不思議な気持ちがある。基本的に僕がアイディアを出した、うん、こんな感じでどうって言って、うん、でまあリハーサルやってみて徐々に決めていったよね、固めつつだけど、うん、でも
1曲目アティチュードがいいんじゃないかっていうのはもうライブ制作とはもう去年のもう夏ぐらいに多分僕は話をしてて、もし復帰のライブをするってなったら1曲目はアティチュードなんじゃないかって話をもうだ去年の段階で僕はしてましたね。砦じゃん、うん、砦じゃん、うちらのうちらのっていうかミセスグリーンアップルの曲のこう真の像の部分というか、ああこういうことだよな確かにっていうのがすごく詰まった楽曲だと思うので、だからこそ披露したくないとずっと思ってた楽曲だったよね。だからエデンの園でもやってないし、あのそれこそ YouTube だったりはコメントを閉鎖してたりとかっていうことをずっとしてたんだけど、まあフェーズ2が始まるにあたってコメントを開放しようっていう話をして、それはまあまず僕の個人的な僕の心境の変化もで大きいし、なんだろう、こう自分の守る砦というよりかはやっぱりこう誰かに聞いてもらうことだったりとか届けることに重きを置く、そういう心境になったし、なんだろうな、いろいろこう取り繕っているわけではないというか、こう全ていろんな情緒といろんなバランスでフェーズ2っていうものができてるんだっていうのを言葉じゃなく楽曲と演出でどういうふうに伝えれるのかなこのライブでって思った時に、アーティチュードが1曲目とか、まあうちらのその当時からのバランスだったりもいろいろ考えて、こうやっていろいろ喋るよりもアティチュード1曲目でバーンって聞かせた方が早いなっていうところなんじゃないかな。でも2人でも僕からアティチュード1曲目で行こうと思うみたいな話をした、うんうんうん、すごい早い段階で、うん、それこそ去年、そうそうそう、どうだったっけ最初、本当に最初はびっくりした。いやびっくりするよ ね、 でもね、行くのそれみたいな、そうそうそう、それやっちゃうのみたいな、うん、そう、でもなんだろうな、もうそっからはそういうイメージをめがけてずっといたから、うん、フェーズ2一発目最初のステージに立つ曲はアティチュードっていうふうにもう心の中で決まってたというか、うん、うん、そんな感じ。そうね、いやファンのみんなは多分ニューマイノーマルが1曲目なんじゃないかっていうふうに思うと思うんですよ。僕も思ったし正直最初の方はね、うんうん、そう、でもアティチュードって聞いた時は半分に行くんだみたいな、そっちね、なるほどっていう風な感じでしたね。多分だからそうライブ来てくれ見てくれる人も多分え、アティチュードなのって一回驚くんだけど、多分ライブ全部通して終わった後に、あ、なるほどね、あそこにアティチュードがある意味がちゃんとあったんだなっていう風には感じてくれるんじゃないかなと思いますね。シアターとか、シアターでも違うか、あでもシアターとかも結構そうかも、そうだね、そうか、うん、画法人じゃない、あ画法人か、そうだ画法人じゃないですか、あそうだね、画法人だ、あ意外、なんか画法人はデコデコ入ってるのかな、おやっぱその人と出会い別れを歌っている楽曲で、インディーズの1曲目ですから、僕らの全国、うん、全国流通版の1曲目、うん、だからこう、ミセスグリーンアップルの1曲目にと言っても過言ではないものをやっぱずっとこう5人で鳴らしてきたから、その感覚を僕らもすごくそこは敏感だし、弾いていい、歌っていいのかなっていうこう疑問というか不安みたいなものはあったけど、でも曲として考えると出会い別れを歌っているんだから、より一層また違った深みのあるものを歌えるのではないかなと思ってフィックスしたよね、うん、あ結構落ちたよね、結構落ちた、うん、ソフトドリンクとかも落ちたし、そうだね、落ちたっていうことだよね、でもそうね、プレゼン、悩んでたけどね、そう、なんだっけ、光の歌とか、あそう光の歌もそう、光の歌ね、あとゼイヤを歌うかどうか、うん、とかね、リハで一回やったね、やったね、4年ぶりのゼイヤやったね、ゼイヤもやったね、とか候補結構上げてたもん ね、結構上げてた。でもなんかこのセトリ、なんか僕はウブがすごい重要な気がしていて、ウブね、最後の最後で決まったね、そうだよね、そうそう、うん、最後に言ったのね、僕が結構
そうなの、ウブ大事にしたの、うん、あの結構さこう僕のこと青と夏、うん、インフェルノって続いてさ、うんうん、なんてそのままロマンチって言っても別にいい、うんうんうん、ロマンチダンスホールって言うとなんかこう、うん、凄まじいメドレーの中にいる感じになるんだけど、うん、ウブっていうあのこう異質な、うん、変な曲を入れることによってなんかこうパンチの効いたものになるんじゃないかなっていうのと、うん、なんかこうなんだね、なんかに抗ってる感あるよね、ウブってね。そうだね。いやでもやっぱファイブに入ってた曲とか、そうだね。アボイドプレゼントシアターとかはやっぱりすごくこう感慨深くなるし、でも嘘じゃないよ結構僕は。嘘じゃないよね。肝な気がします。あれはもう実は結成して翌年とか2014年とかに書いてて、ライブハウスで一回やったことあるんだよね。一回だけね。そうだ。懐かしい、なんかちゃうなみたいになってできねえなっつって難しかったね、まだできないなって言ってアティチュードの頃にだから嘘じゃないよチャレンジしてみようって言って入って、うん、でもなんかこうエデンでもやんなかったし、うん、ライブでやったね。それは難しい質問ですね言葉にするシアターはちょっとそうですね。だからこそねライブで届けたいなって気持ちは今はねしてるけどね、うん、だこんなやっぱシアターも曲じゃないな俺でも超好きだけどねシアター、うんうんうん、めっちゃ美しいと思うし個人的にはすごく好きなんですけどなんだろうなみんなでなんかこうまあちょっと家族とっていうとちょっとあれかもしれないけどやっぱこう思い出アルバムをさこう一緒に見てなんか感慨深くなってる感じに近くないシアターを披露するってそうだからみんなでなんかそれを共有していろいろそれぞれ思うことがあってでもなんかすごくこう懐かしくて、うん、温かくてみたいな、うん、なんかそういう曲だと思うんでなんか僕はやりたかったですね今回。なんか自分は結構ライブの時フェーズ1の時とかカッコつけちゃうこととか思ったんですけどいやごめんなさいちょっとまあねステージ上でそう自分をよく見せるために大事なことですよ、ね、いや大事なことなんだけど大事なことですけどなんか変に格好つける感じというか変な意識を持ってライブしたくないなっていうふうにはずっと思って等身大で挑むということですか、まあ、本当にこの休止期間というかこの2年半ので培った自分のそのものを全部さらけ出したいなっていうふうには純度 100% で楽しみですね。いやそれがね純度 100% でこう思いっきり出したいなだからその変な格好つけとかはいらないなって思ったんですよ僕の中でそう全てをさらけ出します僕は。やっぱ一番はファンのみんなにありがとうの気持ちをちゃんと届けられるライブにしたいですし、うん、みんながこううなずいてくれるライブにしたいなって思うのと同時にこう休止期間の自分もやっぱこのフェーズ2みんなにこう楽曲を届けたりとかライブをすることもすごく楽しみにしてって言ったらちょっとあれですけどでもそこをめがけて頑張ってたのでなんか休止期間の自分にもこうちゃんと納得してくれるようなライブにしたいなっていうふうに思います。もちろんその2人が言ったこととかは大前提ともちろんしての上ですけど、うん、2人が楽しんでくれればいいかなって僕は思います素直にそれだけですね。2人がいい顔してればいいかなっていう。